日は天使ラフです。天使ラフということは何が起こるかというと思考シリーズですね。今回はですね、かなりリクエストが多かったランキング、2位ぐらいになるかな。肉じゃがです。もうね、肉じゃがもうこれっていうのをね、皆さんね知りたいっていう方がもう非常に多くてですね、実はですね、僕肉じゃがはねあんまり自分作んなかったんですよね。なんですけども、やっぱり、ね、僕が作ったで、僕の味付けにした肉じゃがやっぱりうまかったので、今回は僕の作り方としてやっていきます。リュウジのバズレシピ。じゃあね、材料説明いきたいと思います。今回は肉じゃが豚バラを使います。はい、スライスのもの、切り落としとかでも 250g、まあ、300g ぐらいあってもいいです。はい、じゃがいもが、まあ、このサイズが3つですね。400から 450g。 玉ねぎは1個 250g のものを用意してください。人参まで小サイズ2本で、300g から、250g ぐらい。香りをつけるのに生姜です。はい、これは、豚の臭み消しとかになるので、あ、 15g です。あと白滝、これ1パック、あの大体ね180から200なんですけども、どっちでもいいです。まあ、材料はもう こんなシンプルな感じで、割とシンプルですね今回ね。今回作るのは世界で一番うまい肉じゃがです。そして世界で一番美味しい肉じゃがを作るためには、やっぱり自らがやっぱり一番を目指さないといけないから、こいつで一番になっていきたいと思います。まず最初の一杯、乾杯。あー、いいですね。まずね、じゃがいも、いや、からやりますからね。じゃがいも洗っていくんですけども、洗うのにちょっとコツがあってですね、このアルミホイル、シャッとやるんですよね。簡易的な金だましみたいなのを作るんですよ。このじゃがいも、これね、じゃがいもはね、男爵ですかね、これね。皮がかなりね、落ちるんですよ。少し皮がね、残ってても全然うまいので、ピーラーとかでやるよりもね、全然簡単だし、あとね、容量がね、残るんですよ。身を削ることがないので、これね、非常にね、いいやり方なので、皆さんね、やってみてください。じゃがいもの切り方なんですけども、こう半分に切るじゃないですか。じゃ真ん中で切って、はい。こう切ります。まあ、これはね、感覚でいいです。ちょっと大きめ一口大みたいな感じかな。で、人参なんですけど、まあね、ほんとね、乱切りですよ、これはね。こんな感じで回しながら切るような感じで、じゃがいもよりちょっと小さめ、まあ、こんな感じですね。人参多くねえかっていう声も上がりそうですけど、人参このやり方、マジうまいんだよね。玉ねぎですね、はい、玉ねぎはまあいつもの通りこんな感じで切っていただいて、まあ、真ん中切ってですね、皮を剥いてあげてください。こうやってね、むきむき。スライスするんですけども、だいたいね7-8mm かなの、スライスにしていきます。簡単にこう切っていきますね、はい。で、生姜は千切りが一番僕は香りが出ると思ってますので、千切りにしていくんですけども、広げてですね、この生姜は皮むかないです。よく洗えば全然平気ですから、皮のあたりの方が香り強いんですよ。で、最後にお肉ですね。まあ、お肉はね、結構ね適当に、切っちゃって全然平気なので、まあ、こんな4等分ぐらい、まあ、ちょっとね大ぶりな感じでは美味しいので、はい、OK。 あ、まだだった。白滝ね、白滝はこのままだと匂い嗅ぐと分かるんですけど、結構ね匂いがするんで、こんにゃくの独特の。こいつはうちの家でここにやるとお湯が出るんですけども、お風呂と同じ温度にしてると42度ぐらい。こうやってよーく湯吹いてあげるだけで十分匂いが取れていくので、ね、お湯沸かすとね殺菜ももったいないので、よーく洗ってあげる。もうこれぐらいでいいです。気になる方はね茹でていただいてもいいんですけども、こうしたらなんかハサミかなんかで、ね、こうやって 4等分ぐらいに、してあげると、あとで食べやすくなりますので。フライパンを用意しました。で、ここで、火にかけていきます。これからお肉から炒めていくんですけども、炒め油はごま油、ごま油は香りがねすごくついて非常に、肉じゃがと相性がいいので、これ大さじ1と、半分ぐらい。その間にお肉にね、塩と胡椒をまぶしつけておきます。適当です、あとで煮ちゃうから。どうする、
中火ぐらいでいいです。でフライパン温まってきたらお肉なんですけども、できればね、こうやって広げながら入れてあげるのが一番いいです。中火でこのお肉をね、こんな感じで、あ、いいですよ、バラバラになってますね。やっぱりね、ごま油でね、豚バラを炒めると、ね、非常にいい香りがしてくるんですね。この非常にいい香りで一番を述べてます。意外と切っちゃえばね、簡単なんだよね、これね。材料を仕込むのがちょっと面倒なだけで、あとはね、フライパン1個でできちゃうんだよ、これね。まぁ、ちょっとばらけたら、動かさずにちょっと炒めていきます。そうすることによってね、焦げが出てくる。まぁ、メイラードって言うんですけども、メイラードが出てきて、香ばしい香りが出てきますので、ね、こうなったら、別にそんなに動かさなくないです。じゃあね、これぐらい炒まってちょっと、茶色いところも見えてきたなっていうぐらいになったら、じゃがいもと人参はね、もうね、ガッと入れちゃいます。あと玉ねぎ入れちゃいます。しらすたーきーも入れてきます。はい、別にここでね、焦げ目をつけたりとかっていう風には意識しなくていいんですけども、全体にね、油を回していくことを意識してください。で、これでちょっとね、回しながら数分炒めていきます。肉じゃがって自分で作る料理じゃないかなっていうふうに思うんですよね。作ってほしいって言われるランキングの中でも上位なんですよね。昔はね、その女の子に作ってもらいたい料理なんですかって言ったら、みんな肉じゃがって言ってたんですね。僕もアホみたいに肉じゃがって言ってたんですけども、めんどくさいから皆さんね、肉じゃがを安易にリクエストするのはちょっとかわいそうです。僕の作り方結構簡略化してるんですけども、それでもじゃがいも洗わなきゃいけなかったりとか、材料全部切らなきゃいけなかったりとか、そこそこめんどくさいんですけども、肉じゃがを作ってもらえる立場にある人、まあこれは男女問わずなんですけども、これはね、喜んでください。こんなめんどくさいことに作ってくれてたんだっていう風に、料理やらない方でもね、料理の工程を知っておくっていうのは僕いいと思います。はい、したらね、今ね、数分やりましたので、こっからね、生姜で、生姜の香りをつけていきます。はい、で混ぜ込みます。そしてここで調味料、まずお砂糖です。お砂糖が大さじ2です。はい、酒大さじ6、はい、白だしです、大さじ2、お醤油です、大さじ4。ちょっとね、全体をこう、なんか馴染ませていきます。で、今回は肉じゃがって煮物のイメージあると思うんですけども、お水使いません。無水の肉じゃがです。水を使わないことによって野菜の旨味とか非常に活かした作りになっております。で、全体ざっと混ぜたらですよ、蓋をして弱めの中火にして、25分このまんま煮込んでいきます。はい、ではですね、25分、途中でね、蓋開けて、ちょっと下のをね、ひっくり返したりしながらですね、こちらです。25分煮て、これで完成です。じゃがいもに味が染み込むのがですね、やっぱり冷ましてからなので、時間があればこのまま火を止めて、冷ましてもう一度温め直して食べるのが一番いいんですけども、この状態でも十分美味しいので、こんな感じですよね。うまそうだね。じゃががもうホクホクなのかもう分かりません。これね、これが僕の思う最高の肉じゃが。まあ、肉じゃがっていうと彩りにね、グリーンピースとか乗せたりするのが、鉄板なんですけども、グリーンピース多分ご家庭に用意してあるとかあんまないと思うんで、今日はこちらの小ネギをちょっと添えて、はい、こちらで至高の肉じゃがの完成でございます。はい、それではできましたので、いただきたいと思うんですけども、今回に合わせるお酒、肉じゃがなので甘めなんですよ。ちょっとね、甘くないお酒、酎ハイでいこうと思います。はい、ではですね、全て状況が整いましたのでいただきたいと思います。いただきます。おぉ、酎ハイうめえな、久々に飲んで。肉じゃがなので肉とじゃがをまずいただきたいと思います。これはね、最高のうまさですね。
人参、肉じゃがなのに人参がめちゃめちゃうまいっていうね。これやっぱやべえな、この肉じゃが。味付け神か。じゃがいものもう蒸し焼きの25分でほっくほくで、あと生姜の効いた割り下、そこまで甘くしてないんです。だしとですね、醤油を効かせてやってますんで、味が上品っていうんですかね、非常にね、いいおだしになってます。もうね、肉じゃがこれでいい。今回はね、ちょっとね、味変でをしていきたいと思います。肉じゃがに合うアレンジその1。あ、ね、これはね、想像すると思うんですけども、からしですね。あの、和がらし、これね、酒飲みにはたまんね肉じゃがになるんですよ。和がらしをここに乗せて、まあ、ちょちょいとね、これまあ、これ最高だから、皆さん肉じゃがにからしつけたことない人は絶対やってください。であとこれです。うちはテレビの関係でガムテープ巻いてあるんで、これタバスコですね。僕何にでもタバスコかける人なんですけども、なぜかというとタバスコ大好きだから。これで食べてごらんなさい、これ。うん、ちょっと一気にビールが、あー、うめえこれ。あのね、からしとはまた全然違いますね。これ一振りするだけでこんな味が、あ、またお迎えが来てしまった。本当に美味しいものになります。うん、まだ未だにやったことないんですけど、これまあ、あ、炒めた時にごま油を使っているので、ごま油が合うものって大体ね、ラー油も合うんですよね。だね、あの1本目でね、試行シリーズは、ね、危険なんですよね。あまりにもうますぎて飲みすぎてしまうんですよね。あまりにもうまい、これは。うめえな、何やってもうまい。従来の肉じゃがよりも甘さ控えめになってますんで、いろいろね、ちょい足しができるようなレシピになってます。この味はね、多分みんな好きだと思う。かなり正統派なんだけど深みのある味になってます。この肉じゃがはもう肉じゃがの決定版といっても差し支えないと思います。僕のやった通りにとりあえずやっていただければなっていう、万人受けするような味付けになってると思いますんで、こちらでぜひやってみてください。今もう終わり、お疲れ様ですって言って飲んでたら、いや、エンディング撮ってないよって言われたんで、ちょっとあのもうめちゃめちゃ乱れておりますが、まあとにかくね、好きだともううまいもん食べてね、あの人生楽しみましょうっていうチャンネルなので、これがヒューということでですね、ぜひ皆さん、僕と一緒に美味しいもの食べて、うん、美味しい飲み物飲んでね、あ、それはお酒であったり何でもいいですよ。麦茶だっていいんですから、コーラだっていいんですよ、ね、皆さんお好きなお飲み物とお好きなお料理を食べていただいてね、みんなで人生を謳歌しましょうっていうチャンネルです。このチャンネルはね、生きてる間にね、食べられる回数って限られてますから、皆さんその一つ一つを大切に楽しみながら美味しく食べていきましょう。